はいどうもこんにちは、岩下スティーブンです。好きな炭酸ジュースはオレンジな黄色のやつ、これやってみたかったんだ。というわけで今回はオレンジってことで紹介するものもこちら、レジェンドライダープログライズキーガイムのやつ、こちらを紹介していきます。オランジーナは後で飲む。うまい。さあというわけで今回のガイムのプログライズキーのお名前、オンステージングガイムプログライズキー。ガイムがちゃんと漢字なのにね、そのまんま変身音の中に入っている花道オンステージから取ったやつだ。ウェベロの方ではガイムがこちらを見ていて、オンステージングガイムにプログライズ。やっぱここのゴールドの部分かっこいいね。そしてガイムのライダーズクレスト書いてあって、箱の横、相変わらずいつも通りのポーズの01にガイム。ガイムの方は割とおとなしめのポーズしてるね。で箱の後ろ、安定の単体遊びといろんなベルトに装填して遊べますよってのが書いてある。というわけでこちらをそいやガイム、ずっとプチプチに包まれていて、オンステージングガイムプログライズキー、こちらを見ていきましょう。オレンジ色の発色がすごい綺麗だね。色の方はちょっと粒子がかったタイプの方。ガイムの正面の顔が描かれていて、さすがにおでこのやつ長すぎるのか途中で切れてますね。あー、そしてちょっと肩アーマーっぽいものも入ってる。文字の方はかなりシンプルで、オンステージングガイム、アビリティはジューシー。能力がジューシーってどうなんだろう。どうせ普通のグミかと思ったらジューシーみたいな、そういう感じなのかな。そしてキーを展開させると、ガイムのライダーズクレストが書いてあって、こちら正面見てます。あ、さすがにこれでも長かったが、他のライダーはキーを展開すれば顔の全体が大体収まっている。それに比べてガイム、貴様はダイナミックにはみ出ているなと、多分本郷たけしならそう言います。そしてキーを展開したこっち側、こちらのライダーズクレストもまあ元から丸の中には入っているけど、こっちもこっちで丸からちょっとはみ出ているからね、こちらも全部が収まっているわけではありません。そして後ろの方はネイビー、この色は個人的にかなり好きですね。さあというわけで音声の方聞いていきましょう。ゼッパンだ。単体で聞ける音声、まず一つ目はジューシー、言い方がすごくいいです。で発酵による顔の透き具合はまあそんなに分かりやすい方ではないかな。そしてキーを展開させて、二つ目の音声はガイムズアビリティ。そして音声の方はベルトっていうより変身アイテムのロックシード、ロックシードのロックを解除した時の音でした。さあというわけで単体で聞ける音声以上なんで、ベルトにソイヤーと装填して遊んでいきましょう。じゃあいきます。ジューシー、変身。すごい楽しげな方のやつだ。ちゃんと戦国ドライバーの大気音でまだフォーっていうホラガイみたいな音が聞こえました。で音声の方はフルーツウォーリアー、オンステージングガイム。フルーツウォーリアー、まあ普通に果物戦士みたいな、そういう感じかな。そしてこのなんかちょっと楽しげな遊園地感のあるような音声、すごい聞き覚えがある。これまで入ってんだね、スパーキングジラフ、トイザラス限定のやつまで入ってんだ。そして必殺技をソイヤ、オンステージングインパクト。これで流れる音声は何だろう。多分小刀でフルーツをシャキンと切った時のあれかな。花道オンステージの後ろで流れてる音楽かな。違うような気がする。で英語の方は戦国ウォーリアーズフーダンス、戦国の戦士たちが踊るみたいな感じなのかもしれない。そこんとこどうなのか Google 翻訳にも聞いてみよう。戦国ウォーリアーズフーダンスマグニフィセントリー、見事に踊る戦国武者。さあそしてお次はショットライザー。ちょっと色味がラッシングチーターっぽいな。オンステージングガイム。一応その後ろの方で楽しげな音楽が流れてるんですけど、ほぼ聞こえないね。で必殺技、
オンステージングブラスト、キピーンって感じの音の後に流れるポンって音が好き。さあそして最後はフォースライザー、ベルトがこうパカって勝手に展開してくれるって意味では戦国ドライバーに結構近いんじゃないかな。それじゃあいきます。ギリギリブレイクダウンに巻き込まれましたね、オンステージが。そして必殺技、オンステージングディストピア。ディストピアでも踊ってるってかっこいいね、なんか。そして二つ目、オンステージングユートピア。ユートピアじゃまあそりゃオンステージするわな。はい、というわけで今回はこちらオンステージングガイムプログライズキー紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。この明るすぎないオレンジとネイビーの配色はすごい好きです。音声の方も地味な部分だけどポンって音が好きだね。たまにそんなような効果を僕の動画でも使うことあるけど、かなりガイムらしくていい音声でした。とりあえず今回紹介したガイムのやつで2期ライダーのレジェンドプログライズキーは終わりかな。そうだよね、一通り紹介はしてきたはずだよね。再来週ぐらいから1期ライダーに突入するはず。まあというわけで1期ライダーのプログライズキーの方も買っていこうと思ってるんでね、またよろしかったらそちらもご覧ください。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。